どうも、皆さん、こんにちは。チャクバスです。本日はですね、ユナイテッド航空のマイレージプラスって、ANA の国内線の特典航空券も発券することができますよね。で、ユナイテッド航空の ANA のね、特典航空券発券する際なんですけども、こちらね、ユナイテッド航空自体がですね、直近のね、発券すると、まあ、こちら20日以内って決まってるんですけども、これをね、発券すると、少しね、必要マイル数多く取られるようにね、設定されていたわけなんですけども、こちらはですね、変更ということで、直前発券でもですね、直前発券じゃなくてもですね、必要マイル数がね、一緒になりましたということで、本日はね、こちらの解説やっていきたいなと思います。ということで、ユナイテッド航空のマイレージプラスはですね、こちら直近20日以内のね、特典航空券を発券しようとすると、少しね、多くね、マイルを請求されるんですよね。東京からね、伊丹空港とかだと、片道ね、5500マイルから発券することができるんですけども、これがね、直近20日以内だと、今までね、6000マイルかかるように設定されていたんですよね。ですけども、これがですね、なんと、この、直近20日でもですね、1ヶ月先でもですね、5500マイルでね、発券することができるようになったんですよね。これね、ちょっといつにね、変更になったのかね、ちょっとわかんないんですけども、こういった感じでね、改正されたっていう風になりますんで、これはね、本当に朗報ですね。ユナイテッド航空の必要マイル数っていうのは、2023年にですね、国際線で非常に必要マイル数上がってしまって、ちょっとね、残念だなぁなんていう風に思っていたわけなんですけども、なんだかんだね、アラスカ航空とかもね、必要マイル数上がってしまったりですね、またね、アメリカン航空は、マリオットポイントからのね、ポイント交換すると、本来ね、2万5000マイルに6万ポイント時代に交換したらね、交換できたりできますよね。ですけれども、アメリカン航空はね、その5000マイルのボーナスがね、なくなってしまったりとですね、いろんな航空会社がね、解約になってですね、このユナイテッド航空のマイレージプラスっていうのは、キャンセル変更もね、こちら無料で利用することができますし、こちらね、キャンセルもね、本当に前日とかでもね、できるっていう風になりますんで、非常に利用しやすいですよね。で、またね、ユナイテッド航空っていうのは、マリオットモンボイポイントから交換するとね、6万ポイントが3万マイルにね、交換することができるっていう風になりますんで、非常にレートが高くね、設定されているっていう風になるんですよね。ですので、私はね、多分この燃油サーチャージが高い時期はですね、多分ユナイテッド航空をね、おそらくメインで使うことが多いんじゃないかな、なんていうふうに思っているわけなんですけども、今回ね、国内線の必要マイル数ね、直近で発券しても、先で発券してもですね、同じマイル数でね、発券することができるようになりましたということで、非常に朗報ですよね。今回ね、こちらを受けてですね、必要マイル数ね、また調べ直したっていう風になりますんで、気になる方はぜひね、最後までご覧いただければなと思います。では、必要マイル数ね、見ていきたいなと思うんですけども、今までですね、この直近20日の場合では、このね、直前発券の手数料プラス500マイルがね、かかっていたんですよね。まあ、これは5500マイルでね、算出した場合になりますけども、羽田からね、伊丹とかね、5500マイルで、まあ、札幌、福岡とかも5500で発券することができるんですけども、直近20日だと、このね、6000マイルっていうのが適用されてたんですよね。これが適用されなくなりましたということで、まあ、いつね、利用したとしても、国内線に関しては5500マイルからね、利用することができるっていう風になりますんで、これは非常に朗報ですよね。皆さんどのぐらいのタイミングでね、航空券を抑えるかちょっとわかんないんですけども、まあ、私はね、結構直前で発券することが非常に多くてですね、非常にありがたいですよね。思いついてね、あ、行こうみたいな時に、まあ、一つ少しね、必要マイル数多くね、支払わなくちゃいけなかったわけなんですけども、このね、直前発券でも同じ必要マイル数でね、発券することができるようになったっていう風になるんですよね。で、今回ね、こちらの改定を受けてね、また、国際線ね、調べてみたんですけども、まあ、大体ね、そこまで国際線に関しては変わってなかった印象ですかね。ちょっとね、ビジネスクラスの必要マイル数がね、多く設定されていたりっていうところがありましたかね。で、エコノミークラスに関してはそこまでね、必要マイル数変わったっていうところはなくて、東京ロサンゼルスだけね、これよくわかんないんですけども、ここだけね、必要マイル数少ないんですよね。これ何なのかちょっとわかんないんですけども、東京からロス路線だけね、37,100 マイルとかね、本当に前のね、ユナイテッド航空ね、1年前ぐらいにね、解約になりましたけども、その前とかもね、36,700 マイルとかでね、まあ私、ニューヨークから東京とかで戻ってきてたんですけども、本当にそれと同じぐらいのね、必要マイル数で、こちらね、今も、利用することができるっていう風になりますんで、東京ロサンゼルスとかね、めちゃくちゃいいですね。
その以外のね、地域に行きたい場合は、まあ、他の航空会社の国内線を利用して移動していただくのがね、いいのかなっていうところですかね。ちょっとニューヨークとかね、ここらシアトルとかね、ダラス・フォートワースとかね、ちょっと5万5000なんで、まあ、ちょっと厳しいかなっていうところなんですけども、このね、東京・ロサンゼルス3万7100マイルであったり、アジア間ですよね、2万2000マイルとかね、ここら辺も全部サーチャージなしでね、利用することができるっていう風になりますんで、ここら辺は本当にいいですよね。で、今回ね、直前の発券っていう風になりますんで、20日以内のね、必要マイル数で調べると、まあ、こういった感じになるっていう風になりますんで、ぜひね、参考にしていただければなと思います。で、今回ね、直前発券が5500マイルでね、発券することができるようになりまして、これね、ちょっと知ってる方いらっしゃるかわかんないんですけども、こちらね、ユナイテッド航空の公式サイトになって、ちょっとね、往復でね、検索した結果をね、見ていただきたいなと思うんですけども、往復でね、特典航空券を抑えていただくと、まあ、今回直前発券がね、5500マイルになったんで、直前発券のね、17とかで入れてみたいと思うんですけども、あ、料金だって、すいません。マイルで計算ですね。5500マイルですね。まあ、これがね、今までこの直近20日間に関しては、6000マイルでね、表示されてたと思うんですけども、まあ、5500マイルで利用することができるっていう風になったんですよね。これは本当にいいですよね。で、こちらはですね、まあ、これ適当に選択して、帰りの便もね、選択いたしますよね。これは1月の17から24でね、撮っているわけなんですけども、これね、往復で発券するとですね、こちら見ていただきたいんですけども、5500マイルで5500マイルだと、本来1万1000マイルね、請求されるんですけども、これね、往復で発券していただくとですね、500マイルね、安くなるんですよね。ですので、もしね、利用されたいっていう方は、基本的に往復でね、発券していただいた方が、必要マイル数はね、下がるっていう風になりますんで、こちらもね、ぜひ覚えておいていただきたいなと思います。まあ、国内ね、まあ、特旅マイルキャンペーンがありますんでね、もちろん特旅マイルキャンペーンの方はね、まあ、お得になる部分はね、多いんですけども、やはりね、ユナイテッド航空のね、マイレージプラスのいいところは、まあ、キャンセル変更ね、無料っていう風になりますんで、これがね、本当にいいですよね。で、またね、持ってる人がね、ユナイテッド航空のマイレージプラスね、まあ、ある程度いたにしても、やはりね、ANA にとかにね、比べると、持ってる人はね、少ないっていう風になりますんで、繁忙期とかもね、普通に利用することができたりもしますので、やはりここら辺がね、やっぱり強いですよね。それでは次にですね、国際線はどうなのかっていう話なんですけども、このね、往復で発券すると、少しね、減額されるマイルっていうのは、これね、国際線でも利用することができるんですよね。ちょっとね、こちら、東京ロサンゼルスでね、ちょっと調べておりますけども、安いですよね、東京ロサンゼルスね、成田発、羽田発でも、3万7100マイルで発券することができるっていう風になるんですよね。通常でも4万マイルなんでね、これはいいですよね。で、こちらね、行きを選択させていただいて、帰り選択するとね、3万5900マイルって出るんですよね。ですので、これを、選択すると、はい、往復で7万3000マイルでね、利用することができるっていう風になるんですよね。通常にね、片道ずつ発券するようにね、1200マイルぐらいね、安く発券することができるっていう風になりますんで、これはね、本当にいいですよね。エクスカーショニストパークとかね、ユナイテッド航空にありますけども、あちらもね、非常にお得ですけども、このね、往復で発券するだけでね、減額されるっていうのはね、非常にいいですよね。はい、ということで、今回ですね、ユナイテッド航空ね、直前発券の、まあ、手数料みたいな感じだと思うんですけども、まあ、こちらはね、配信になりましたということで、非常に朗報ですよね。で、またね、往復で発券していただくとね、減額されるっていう風になりますんで、これね、私が調べた感じだと、他の都市とかもね、減額されて利用することができるっていう風になりますんで、こちらもぜひね、利用していただければなと思います。ということで、今回の動画はね、こんな感じで終わりたいなと思います。この動画が気に入った方は、いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログ、ツイッター、インスタグラム、LINE 公式アカウントやっておりまして、最近 LINE 公式アカウントでね、マイル診断、ポイントサイト診断始めましたので、ぜひね、こちらから利用ね、無料で利用することができますので、ぜひね、チェックしていただければなと思います。ということで、今回の動画はこんな感じで終わりたいなと思います。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。